惹かれてしまうっていうことがあって、めちゃくちゃ好きですわーってなるのって悪役の方がすごく多いですわ。例えば挙げるとしたら、ハリーポッターだとヴォルデモートが好きだし、ジョジョだとディオ様だし、銀魂だと高杉だしみたいな、ちゃんと悪役の方が好きで、過去実はこんなことがあってっていうよりはガチの悪役が結構好きなんですよ私。お母様が言ってたんですけれども、幼い頃にすごく泣いていたらしくて、ってポロポロポロって泣いてて、え、サラメちゃんどうしたの、そんなに泣いてって言ったら、私が好きになっちゃったって言ってたんですって。幼い頃って悪役は悪いものだと思ってるじゃないですか。悪役が好きになっちゃって、でもダメ、待って、悪い人だから好きになっちゃダメって思うじゃないですか。今はそういうキャラクターもいいですよねって思いますけど、小さい時はやっぱり主人公がメインで悪役は悪って思うじゃないですか。そう、禁断の恋をしてしまったって言って泣いてたんですってって泣いて、好きになっちゃったの、好きになっちゃった、どうしても何々のことが好きになっちゃって、結婚したいって思っちゃった、結婚したいよって泣いてたんですってね。だからその時から好きってことは一体何が芽生えだったのかしらって今でも思うんですけど。